はい、お部屋からボンジョルノ、私橋本ピッツァと申します。さて今回は、先月に上げた激ムズドローン練習法という動画が結構好評だったので、同書に書かれていた、さらにワンランク上の難しいやつがポールダンジョンというやつをちょっと設置してトライしてみようと思います。まあ、こんな感じで普段だったら FPV で使うような感じのこう中央にポールを立ててぐるぐるそこ回るみたいな感じの練習を目視でトイドローンでやるっていうところにすごい難しさがある、そんな練習方法になっております。はい、それでは実践の模様です。はい、まずは普通に飛び立てて反時計回りアンチクロックワイズということですかね。まあそんな感じでちょっと回してみて、もう早速コツいってますね、ぶつかってます。はい、このやっぱり目視でやってるので、まあ100歩言って回るのはいけるんですけれども、やっぱ奥行き、外から内側に回ってくるときがすごい難しく感じますね。はい、で、再トライ。はい、まずやっぱトイドローンなので、高度維持装置は微妙にあるんですけど、GPS がないので、かなり揺れると。ただまあ実質、大きい機体でいうところの ATTI モードでやってるような感じなので、めちゃくちゃ練習になりますね。はい、もう解説してる途中でもう2回ぐらいこのターンでもこついてしまっているんですけれども、やっぱこのターンするときにどうしてもこうカーブが、外にすごい逃げてしまったりするので、あ、そうですね、今も引っ掛けてしまいましたね。はい、次のトライ。はい、とりあえずまっすぐきれいに抜けるんですけれども、このあんまり近寄りすぎてもカーブが膨らんで、手前に戻ってくるときにすごいロスになってしまうと。おそらく理想的なのが、やっぱ全部がこう中間の統一の距離ですね。ポールに対してこうコンパスで円を描くように、それかつぐるぐる微妙に上昇させていくっていう技術が必要なので、これはマジで難しいですね。はい。で、ちょっとこのアングルだとラストトライになりますかね。結構こなれてきたんで、だんだん遠近感分かってきたな、かなっていうところで、やっております。で、目標はこの大体ポール1本に対して5周回りながら、あわよくば一番上についてる、ドローンファイトのバルーンキットを、ぶち割るっていうところまでやりたかったんですけど、到底そんなことはいけず。でもなんとなくこの5周は、微妙に下が甘く見えればしたのかなっていうところで終わりました。はい。で、次、ちょっとさっきの画角だと横がわからないので、ちょっと汚いんですけども、台所のところに GoPro を引っ掛けてやるアングルですね。ちょっとこちらもご参照ください。まあ、高さはもうどうしてもね、トイドローンなんで、揺れ、縦揺れしてしまうんですけれども、まあ、こんな感じで、手前をギリギリに攻めたら、戻しのところのカーブがすごい膨らんでしまうみたいなことが起きてしまうと、うん、でもやっぱりその多分このアングルの時点で、5、6回目ぐらいのトライなので、行ってる、そばからもうぶつけてしまったんで、ちょっとまた取り直します。はい、こんな感じでまず1回、はい、2回転目からの、はい、3回転目、あ、ちょっと怪しいけど、まあよしとしましょう。はい、次4回転目、お、なんとか、あー、天井怪しい。はい、5回転目、はい、突入と。で、これ調子に乗って風船割りに行こうとするんですけれども、行けなかったのでカット。はい、次、僕の、操作する人からの正面の視点ですね。まあ、こんな感じです。まあ、マジで大部屋で申し訳ないって感じなんですけれども、はい、ちなみにこれは、HS420 を使っておりまして、この機種は高速モード、低速モードあるんですけれども、低速の方でゆっくり回すっていうやり方をしていますね。ちょっと初めの2回ぐらいはそこに気づかなくて、高速モードで回してからできなかったっていう側面もあるかもしれないんですけれども、まあ、とりあえず、やっぱ低速の方が安定する。うん、でもやっぱりこう上の方に行けば行くほど、ちょっとライトの眩しさっていうのもあり、ちょっと難しい。これちょっと失敗に入ります。はい、で、このアングルの2回目ですね。もうこの時点で多分バッテリーを3本目ぐらいですね。だいたい HS420 っていうのは、1本で5本ぐらい、5分ぐらい持つタイプなので、多分この時点で3本目ぐらいで、まあそれなりに、1日で使うにしては、トイドローンに結構負荷がかかってしまっているかなっていう状況ですね。はい、行ってるうちに、多分4周が終わり、はい、あー、惜しい。ちょっと5行ったとは言えないようなね、ぶつかり方をしてしまいましたね。一応やり直します。
はい、根気よく立て直して一応てっぺんのとこまで到達と。はい、でまあだんだんまあできるというか大体7割ぐらいの成功率かなというところになって、今度反時あ今度逆回りですね。さっき反時計回りか始めたので今度は時計回り、クロックワイズですね、 CW の向きでやっております。はい、で3周目。あーもうこちら怪しいんですよね。あーまた目を擦りました。はい、あー残念残念。そうですね、やっぱりこう今までやってた向きと真逆にするとすごい難しくなるので、すごくいい練習になりますね。こちらもどうぞお試しください。以上、この動画とオイラに恋してしまったそこの君は、チャンネル登録、コメント、いいねよろしくね。それではアリベデルチ、またね。